ということで、今回もウィクラストーリー編やっていきたいと思います。現在103年目を迎えまして、スーパースターディビジョン4に、いるわけですけど、まあまずはブレイクギャラクシーのビジョンについて話していきたいと思います。まあこの画面右端にあるスーパースター X、 ここをね最終ターゲットにしてるわけですけど、まあそこに行くまでのプロセスをこの動画ストーリー編に描いていくというのがですね、このタケちゃん YouTube としての、ターゲットでもあるんで、ぜひ応援していただける方はチャンネル登録だったり高評価コメントの方よろしくお願いします。アソシエーション MRG についてはですね、また試合中にでも話していきたいと思います。スケジュール確認ですね、今回は16週目ということで最終節になります。はい、第18節、まあこの中国チームなんですけど、まあ一応ね前回は、ギリ 1-0 かなんか、あ、 2-0 で勝ってるんですけど、まあわかんないですね。ちょっと今回、15週目の第17節でね、前回負けちゃってるんで 2-1 で、まあそれ、まあ別のチームですけどね、まあちょっと負けてるっていったところもあるんで、ちょっと今回どうなるかわかんないです。はい、リーグ順位表のところはですね、まあ2位と3位、まあここがね、入れ替わる可能性があるといったところで、まあここで負けてしまうと、僕たちのチームは3位に降格してしまうといったところなんですけど、まあ、昇格は確定してますね。ディビジョン5、来シーズンいけます。はい、とはいえ、ここは2位という成績でね、終わらせたいんで、せめて、今シーズンは優勝できませんでした。スーパースターでね、唯一、優勝がね、できなかった、まあ唯一っていうかまだ5年ですけどね、そんな年になりそうです。ゴールアシストランキングの方もですね、まあ何なんでしょう、まあサパタが6点、まあ4点差が開いてるんで、ベンゼマとね、憎きベンゼマ、はあって感じですね。アシストランキングの方も2アシスト差と差がついてるんでね、今シーズンはゴールアシストランキングはちょっと難しそうですね。まあちょっと、もう、四天王、ブレイクギャラクシーの四天王もね、もう能力が衰退期といったところで、ちょっと他のポジションのね強化をしていきたいなと。まあ星7選手とかもね、ちょっと積極的に、活用していけたらなと思います。まあやっぱり落ちてるって言ったら、実質的には落ちてるんでね、まあクラブの総合力自体は若干は上がってるんでしょうけど、まあちょっとこのままではまずいかなといった意味で、しっかりここは戦っていきたいなと思います。ちょっとルベンディアスを久々に入れてみよう。モチベーション悪いねみんな。なんでこんなに悪いんだ。ひどいね、このモチベーションの悪さは。ひどすぎるよ。まあモチベーションね、フレンドポイントで取ったんでいいんですけど、まあフレンドポイントで増やしていくしかないね、地道に。はい、それではですね、教会マールについて話していきたいと思うんですけど、まあ、もし、興味持ってもらえた方だったり、少しでも気になった方はですね、ぜひ、この動画の説明欄もしくはチャンネルの概要欄の方に、アソシエーション ID を貼り付けてあるんで、そちらをねチェックしてもらいたいなと思います。はい、ぜひぜひ、応募してもらいたいなという一心です。タケちゃん会長としてはですね、プレジデントとしては、はい、一応ですね参加条件もあります。アマチュア以上からとなってますんで、そこもね、ご理解のほどよろしくお願いします。
さあこの対戦相手には勝てるのでしょうか。やっていきましょう、やっていきましょう。まずはおお、音なんねえな。出た。はい、ぶっ壊れてます。なのでこのまま音楽をお楽しみください。冬エリア、やばいぞ。いやーちょっと下がりすぎなんだ。 OK。うわー、ぶっ飛ばされた。 OK、 ラッキーボール、来た、ラッキーボール。ロナウド、はい、エスクゼロ、あげないんかい。パケた、パケた。うわー、入らんのかい。今のパケたのやばいね。シュートえぐかったよ今の威力。うーわー、あらららら、くー、決めれないか。今の決めれないのはまずいよ。オスカン、まあやっぱりこの画面で見るよりやっぱりこっちの方がいいですよね。僕はこっちの方が好きです。まあちょっと特殊な感じなんでね、まあ、ウイレでこの画面でやるとやりづらさはあるかもですけど。ウイクラだからこその視点です。これはフィガーコフ、えい、いいよ、オッケー、いいね、シャビ、よっしゃ、かけた、オッケー、サパタ、サパタ、サパタ、ゴリゴリ、強いね、さすがサパタです。いや、素晴らしい。ちょっとタッチはそんな良くないんだけどね。これはアシストサパタになるのか。素晴らしいですね。いやーちょっと2点欲しいところなんですけどね。前半のうちに2点欲しかったな。いや、まずい。なんで言っていられるんだよ。間延びしてるな、これ。
相手のミスを誘う。オスカー来た。オスカーボールハント、これですよ、ボールハント。素晴らしいです。相手チーム、敵チーム陣でこのフィジカル、ボールハント、恐ろしい、恐ろしい特性ですね。吹っ飛ばしたよ。誰吹っ飛ばされたの？ジョアン・カンセロっぽいな。OK、ナイス、ロナウド。OK、サバだ。よっしゃ、ロナウド。OK、エスクデロ。大事に大事に。イエーイ。カー、うぅ。オスカー、打ってけ。うわぁ。エスクデロ。うわぁ、負けた。狩りでね、もう追撃していくと。やばい、変えてなかった、見とれてました完全に。これはもう、うわー、イリチッチにも落ちてんじゃん、おかしいでしょ。もうメッシをここに入れていくしかないから、ちょっとひどすぎるな。ジェルマンも入れていこうかな。さあ来た、ロナウドから。うわー惜しい。来た、さあ、スイガンコフ、スイガンコフ、うわー、セビジャ、うわー、さあ、メッシ、さあ、セビジャ、セビジャー、メッシのパス、エグ。どうなった今、こう来て、うわ、いいね。うまい。うわ、あぶねー、ナイスカバーリング。よし、前線からプレス。ピアース、オッケー、ナイスピアース。オッケー、ナイス、違うの、いいよ、ロナウド、ロナウド早い。うわー、さあ、うわ、取られるんかい、フェルトマン。トラップして取られる。やばい。
よっしゃ、行こう行こう行こう、来た来た、よっしゃ、うわー惜しい、いやーいやー今の惜しかったな、今のパス回し、はい、それではハイライト見ていきましょう。いやジェルマン最後決めてほしかったね、調子のいいジェルマン今シーズンすごいいいところで活躍したよね。パパさんもすごい、これだよね、なんでこうやられたかな、寄せが甘かったっていう、これをね、びっくりした、ゴール前でのボールハンターはやばかったね。これをドガンカンセルをぶっ飛ばした、でこれ惜しかったね、オスカー打ったんだけどちょっとワンテンポ遅かったな。でこれも惜しかったよ、でこれが3点目、素晴らしい。はい、それではですね、まあ、今シーズンが終わるのでシーズンレポートになります。今回は、はい、104年目を迎えますよと。でね、ディビジョン5へ昇格しました。いい感じですね、まあ、順調にここまではうまくいってますよ。どこでつまずくかですね。うわー、もうノイアーダメだ、変えようとか、まあ変えるっていうあれではないけど、OK ですね。2位で終わることができました。ゴールアシストランキングは、惜しくも、まあ、サパタも2位、セビージャも2位ということですね。2アシストと3点差っていった感じですね。うわ、SL ベンフィカがバルセロナに勝ってたな。さあ、デベロップメントシード PMAX とゴナロン、5も上がったんだ、あ、ビッグサクセスしたんだったね、そういえばゴナロンはビッグサクセスしました。80いくんじゃない、じゃあ OK、 80いってくれました。さあ、PMAX はね、85ぐらい行ってほしいですね。あ、行くかもよ、でも。3上がってるのが多い。あー、行くかもよ。85。行かないかな。83か。まあ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 。
さあ、シーズンリワード、今回2位で、3600万ですね。はい、でカップリワードの方は、セミファイナルまで行ったんで、まあ、990万ですよ。これ勝ててたよな。さあアセットバランスの方はですね、収入が、2億4900万です。で支出がね2億1200万だったんですけど、決算はなんと、3700万で、まあ、なんとかプラス収支に終えた感じですね。まあというのもまあ今回、ボーナスがちょっとまずいなと思ったんですけど、まあなんとかいけました。でファイナンスは、財務予測はですね、52億6900万という感じですね。まあちょっと来シーズンは一旦ここで、5レベルまで行ったといったところで、もうちょっとドメスティックリーグに参加しようかなとか考えてます。まあただしイングランドリーグであればねちょっと、やめます。まあイングランドリーグじゃなければいいのかな。さあさあさあ、今シーズン限りの、契約選手をですね、どうするのかといったところを、決めていきたいなと思います。その後に、今シーズンの振り返りをやっていきますので、ルベン・ディアスは誰が代わりに入ったんだっけ。ズマと代わりに入れたんだよね。でズマはもうすでに90あるから、もうディアスは引退ですね。まあやっぱり切るものはしっかり切っていかないと、まあいつまで経っても使ったところでって言ったところなんでね。はい、まあ成長はこんな感じでした。で、まあキャリアレコードを、振り返っていくとですね、50試合出場して、100試合も出場して、100回のパスをねインターセプトしてきました。そして25回のタックル、そしてチャンピオンシップも経験しました。ね、数々のチャンピオンシップ、そして、ナショナルコールアップにも、1回ね、選ばれて、まあこの選手も10年プレーヤーということで、まあ、ブレイクギャラクシーにね長く貢献してくれた選手であります。そしてですね、まあマーケットバリュー、最終的なマーケットバリューとしては5700万、あ570万といったところで、まあサラリーは720万なんですけど、まあこの辺もね、まあ、キャリアレコードを振り返ると109試合ですね、詳細を見るとアベレージは 5.6、まあ、ゴールアシストは0で、イエローカードが5枚ですね。でこれをセル売却するとどんな感じなんだ。390万、これは結構お買い求めやすくなっておりますって感じなんですけど、まあここはリタイアですね。35歳までね、頑張ってくれました。さあセンターバック、この引き継ぎデストロイヤー、デストロイヤーはジェベルソンでもいいけど、ジェベルソンはもうすでに持ってるんだよね。ザ・デストロイヤー、センターバック、これはフェルトマンの方がいいんだな。わあ、フェルトマンも持ってんだ。何がいいんだろう。デストロイヤー。ディフェンスミッドフィルダーでも使えるから、ゴナロンに受け継がせてもいいよね。まあ、ギュンドでもいいけど、まあゴナロンに受け継がせますか。デストロイヤー、ミディアムスペシャルコーチですね。
さあお次は誰ですか。シャービー、なるほど、センターミッドフィルダーのギュンドーが84。いやー微妙だな。まあもう 1,2 年ぐらいかな、もう 1,2 年で330万を要求してるだと。ああ高いぞ。うわー高い、430万する。でもねちょうど 1,2 年だと思うんだよね。ここはもう33歳だし1年かな、1年だね。1年で強くしないと。ルーカス・パケタは5年契約でしょう。そしてオスカルもねちょっと微妙なんだよね。オスカルかーって感じだけど、まああと5年持ったら、5年は持ちすぎなんかな。まあ3年がいいところですかね。3年か2年。5年も3年も一緒じゃん。まあ3年、もう一人雇ってるの誰だったっけ。まあ5年でいいか。あーなんか取りすぎたような気がするな。まあその分もイリチチとかモラタももう引退させないといけないんで、サパタは5年でしょ。600万。フェリペ・ルイスね案外ね耐えてるんだよね。して左サイドバック P マックスがいるから、まあ P マックスが追いつくまでは使っていきたいんだよね。ただもうフェリペ・ルイスももう落ちてもおかしくない時期なんだけど、結構耐えてるんだよな。3年、3年かな。3年で強くなってくれるでしょ。35まで、それまでに PMAX も成長してくれるでしょう。さあイリチッチ、もうイリチッチはもうダメだよね。勝負ここはパケタと代わりに入れたから、はい。じゃあまあ、この選手もね素晴らしい、選手でした。もうね102までいったんだよね、はい。では、この栄光ある選手の、まあ、キャリアを振り返っていきましょう。まあ200試合、試合数もね結構多いです出てて、スコアもね、50ゴールを決めてっていう感じですね。まあワンマッチ2ゴール決めたりだったり、ハットトリックもね、したりと、素晴らしいプレイヤーでした。して、スコアゴールイン、200試合以上して、クロスもね、25本上げてきたりだとか、タックルも25回成功したり、まあアシストもね、25アシストしたりと、ゴールも50ゴールしたりとかね、素晴らしい成績を収めてくれてます。まあスーパースター、チャンピオンシップ、あらゆるチャンピオンシップのね、経験もしてます
して、10年プレイヤーですね。素晴らしい選手でした。彼に今一度、拍手をお願いします。はい。そしてですね、マーケットバリューなんかもですね290万となってしまったんですけど、サラリーはね860万と非常に高い選手ですね。そして、うわすごいね、キャリアレコード242試合して70ゴールアシスト33アシストアベレージレーティングはなんと6。いやー、イエローカードは2個、2枚しかもらってないです。これセルプレイヤーしたらいくらだった？200か、だいぶ落ちたね。まあでも200万でイリチッチをね今から買い取れるって考えたらすごいお安いですよねって感じ。まあ年は年なんだけど、まあ下がる能力は下がるものの、すごいね、成績を収めてきた経験もあるんで非常にいいんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。はい、ですね、さ、はい、これはリタイアです。お疲れ様でした、イリチッチ先輩。さあこれをね、クリエイティブプレイメーカーを誰に引き継がせるか。まあチガンコフとかでもいいよね。でももう結構年だから、ギュンドでもいい。あー、いやでもギュンドは対応してないね。 AMF から上か。じゃあやっぱグエデスとかツィガンコフとかその辺だよね。サパタとかジェルマン、モラタ、まあゴンサロ・グエデスかね。うん、グエデスですね。さあリタイア、イリチッチ。いやー、大物選手でしたよ、イリチッチは。思った以上の大物選手だった。いやー、ちょっとあのゴリゴリさにはちょっと驚かされましたね。そしてまあ